さて、戻ってまいりましたんで、ちょっと見ていこうと思う。これか？由来メモが貼られている。どのメモを見ますか？おかしなポニータ目撃報告。村人のヨタさんが珍しいポニータを目撃したそうです。調査をお願いします。ん？ガイド中。はい。依頼をこなせということか。つまり。そういうことか。おかしなポニータ、どういうことやろ。色が違うんかな。ちょっと色違うことになるぞ。すごくやばいぞ、それは。すごくやばいぞ、それは。俺の中で。ねえねえ。聞いて。見ちゃったの。何を見たの？聞いて。私見ちゃった。見ちゃったの。何を？赤い広玉よ。夜に風抜け道を通っていたら、ヒューだろろろろって。また言ってる。調査隊さん、信じたらダメだよ。姉ちゃんはいつもこの調子なんだ。嘘じゃないったら、夜赤い白玉を見たんだってば。本当なら俺にも見せてよ。じゃあね。本当に見たのにどうして信じてくれないの？あなたは凄腕の調査隊でしょ？赤い白玉なんて簡単に取れるよね。赤い白玉のついてしまうだ。はぁ？え？夜の間に風抜け道で、これから夜になるし、ちょうど行こうか。なるね。風抜け道ってどこやねん。銀屋ベースに行った方がいいかな。どこや？どこや、ほんま。ようわからん。風抜け道。大石坂？風抜け道はどこだ？ここか。高台ベースに行かんとな。ちょ、間違えた。うん。どうしたん？調査隊の君、月盛りになって、草木も駆け抜けられるそうだね。よかったら、おじさんが考えた旅、風船盛りをしてみない？月盛りになって風船ちゃん終わった。数を競う簡単な遊びでね。まずは17個以上風船ちゃんを割ってみよう。おじさん、ここにいるから風船割りがしたいときは声かけてくれ。あ、今いいかな。夜やね。夜にだよね。赤い火の玉。なんなんやろね、不思議やわ。いや、無理なんかーい。調べよう。来たから調べておこう。ん？赤い白玉？彦猿やん。え、彦猿上乗ってるやん。ひかあ、ちょっと待って。これ違うな。もう飾るでやったらあかんわ。ポケモンちょっと変えるね。フクスローしますね。広くされるかもしれないけど。結構強くなってきてるからさ。怖いんだよね。
よし、峰打ちじゃあ急所に当たったナイス。投げよう、ヒコザルゲットだぜってことですね。よし、まさかヒコザルだったと。不思議やな。どうやるんや、タヌキ、タヌキではない、タマキにヒコザルを見せよう。じゃあ、ちょっと待って。ん？あ、見つかってんの、今。お、危ない！ゴルバット！ゴルバットはやめよう！ゴルバットはやめよう！お、黒帽子。よ、黒帽子。それだけだったか。あー、あったって、なんだ？ゴルバット、まだ来てんの、ゴルバット、もうええって。なんなん、もう。めんどくせえな。もういい、もういいもん。もういいもんって。おーっと危ない、やめないか、追ってくるのやめないか、マジでやだ、逃げるもん、もう俺逃げるもん。報告をしておく、168円。さて、捕まえたかですね。もうちょいで上がりそうやな。村にか戻ろう。ことぶき村にも戻れるようにしてほしいな。調査の報告せなあかんから、報告ないとき、とかな、こっちから行ったか。さてと、来た、持ってきたで、赤い拾ったものを見せてくれるの？この子のことやろな。え？どうした？そうそう、これよ、私が見た赤い広い玉だわ。なんだ、疑問であったのね。でも本当に広い玉を取ってくるなんて調査最低優秀ね。でも若滝には何て言おうかしら、ちょっと憂鬱。ひえ、広い玉。助けてお姉ちゃん。あら、ほほえましい。あ、経験はめやしないっす。ほほえましい。まだ覚える？いや、もういないね、さすがに。もう、ヒコザルやからね。猿ですから、木の上登る習性あるんやろ。っていうね、ことだよね。で、次、何やろう。で、どうすんの、これ、あと。あ、あるある、何か来てる。何か来てますね。ちょっと入ってみようか。ならば。一度調査行って、戻ってくると。いい具合に、なってるってことやね。うむ、大義であった。話はすべて聞いている。
見事荒ぶるマサギリを沈め、皆の安心安全、安全安心を取り戻したのだ。お前は空から落ちてきた遺体の知れぬものにもかかわらず、銀河団のために働いた。多少は認めようではないか。認めてなかったんかい、天木め。だが終わりではない。他のエリアでも荒ぶっているキングたちがいるという。だからこそ吹き物を調査せよ。ことぶき村の役に立て。話は終わりだ。調査隊は芋づる程度だな。お前も行くといい。荒ぶり始めた森キング、達成。ありがとうございました。達成できた。ね。ヨベさん、いつもの芋餅、今日も3人前プリーズです。あと、美味しいものがあれば、どんどん持ってきてくださいね。うわ、それ持ちきりだぞ。朝霧と対峙して無事だったとは運がいいことだ。ドラゴン TK 君は準備をしましたし、戦いの中で朝霧の動きを観察したのでしょう。努力の積み重ねによるビクトリーです。すごいことですよ。ドラゴン TK の頑張りで原野での任務も一安心だな。もっと安心したければおすすめはこれ。ウベさんには教わってレシピにしたんだ。何？目隠し玉のレシピを手に入れた。なんだ？煙も、なんだそれ？玉全米？なんだそれはってなってる。マサギリに襲われる心配もなくなりました。黒曜の原野で暮らすポケモンたちの調査するのです。おう。じゃあ次はそれをやらなあかんのかな？ロン TK。なんだ誰だ？待ってたよ。ユラ。ロン TK。私ユラ。よろしくね。とても大事な話があるの。ちょっとついてきてくれる？どうしたよ、そんな不安そうな顔してからに。何が待っているというのか、この先に。ね、ここだけの話、翡翠に災いが散らばったの。数百年前、翡翠の地に災いを起こした者が封印されたの。だけど、どうしてだか封印の不思議な地図が解けちゃった。このままだと大変。お願いだろ、持っていけ。溶けた踏みを元に戻して。どうするの？うん。ありがとう。信じてくれるんだね。ドラゴン TK は助けてくれると思ってた。わかったわかった。ドラゴン TK に辛飯を渡しておくれ。うわ、これ完全、ミカルゲじゃねってな。辛飯を手に入れた。紫色に光る灯火を集めることができる不思議雷神。封印されていたたくさんの灯火が翡翠に散らばったの。灯火は全部で107個が絶対これ、ミカルギやんけ。力面子は散らばった灯火を集めるための石。金面子を持っていれば散らばった灯火も見えるはず。うん、わかった。大変だけど全部集めて。近くにも散らばった灯火があるはずだよ。ほら、見えるでしょ？あの灯火に触れてみて。ゆらゆら揺れてますね。火の玉ですね。これこそまさに、悪霊の火の玉ですね。絶対そうですね。だってミカルゲの玉、やつだもんね。灯火ちゃんと金面師に取り込めたね。いや、これゆら怖いんやけど、逆に。TK にお願いしてよかった。灯火の場所が知りたければ私に聞いて。あと、灯火を集めたらお礼をするから。俺待ってるね、ドラゴン TK。闇夜に浮かぶ灯火。回路中に しておこう。今、ストーリー抜けないもんな。だからちょっとしてみてみる。翌日？うんしょ、うんしょ、ストレッチは欠かさずに、と。よし、行くか。リング団の散髪店ハイカラだね。誰だ今度。お、あんた、荒ぶる森キング。パサギリを沈めたドラゴン TK だろ。そうかなちょっと言いたかった。そうかな有名だからごまかせないよ。あ、有名だったもん。神王様にゆかりある。キングを沈めた恐れ知らずって。びくついてる人もいるもの。私、ヒナ
ひなつ、いや、ひなつ、ひな、小さい2だと思ってしまったものの末路。コンコーダのキャプテン、特技は、ん？神結、よろしくな。おう。あ、ごめん、電木さんに話があるんだ。じゃあね。おう。またな。ひなつの悩み、これにしとこう。メイン任務をね、主にやっていきますね。さすがにね。ん？なんだ、どうした？タオホさんめ。さてさて、そこのお客さん、新商品が入荷したら嬉しいだろう？嬉しい！そうだろう、そうだろう。でもな、タオホさんが店に新商品を下ろしてくれなくてさ、僕が何言っても怖がらなくてさ、君に入荷してもらいたいんだ。何、いきなり稲穂を3つほど、稲穂。なんだそれ。なんだそれって待って。三つほど言って土産にすれば大丈夫。頼まれてよ。新商品を仕入れたい。確かに仕入れたい。けど、ん？なんかまだある。あ、出てきてるー！わー！わーってなるわ、もうこれ。ことぶき村シャレモノ計画。どうしたよ。お客様が村に初めて訪れた時に来ていたお召し物。あれを見た時の衝撃がわかりますか？ズバリ未来を感じたのです。間違いありません。おしゃれに興味のある方ですね。あります。とりあえずと。俺自身どっちでもいいかなって思ってしまう。なるほど。ですから私も村をおしゃれにする使命があります。共におしゃれを研究いたしましょう。両世代であるお客様の力を貸してくださいませ。グレンの湿地で見かけるヒッポポタスはオスとメスが外見が異なるとか、見比べることで新しい衣装の着想を得られる気がするのです。ぜひヒッポポタスのオスとメスを見せてくださいませ。ああ、ここら辺は、サブ系はね、裏かな。君は待っていたよ。連れてきてほしいポケモンがいるんだ。うちはポケモンと撮影する画期的な試みは売りにしているが、ポケモンが怖いのか一緒に撮影する魅力がみんなに伝わっていなくてね。でも写真に偶然映り込んだポケモンを見てピンときたんだ。ん？あ、ミミラルの、ミミよ。ロルじゃなくてミミよ。まさにモコモコ。すごくモコモコ。モコモコと、愛くるしいだろう。このポケモンの写真を見たらみんな一緒に撮りたくなるはずだよ。写真のポケモンはきちんと撮影したい。もし連れて行ったら見せてほしい。あ、もう持ってるね。これやっとこうか。ね。ちょうどいいや。てか、入るしかないんかい。外に出とってからちょっと外に出といてよ。いや、俺は思ってしまった。いるね。じゃあ、これ見せていこうか。依頼。見せる。こいつや。見せるだけでいいんよね。ノーマルなんだよね。ドラゴンタイプが欲しいな。実物を写真で見る以上にモコモコとして愛らしい。まさにこのポケモンだ。早速撮影するよ。カチッ。君とポケモンのおかげでいい写真が撮れたよ。これならみんなもポケモンを怖がらず写真に興味を示してくれるよ。すぐ行けるやつだね。すぐやるよ。写真の設備が増える。写真用の設備。あ、設備が増えるのか。なるほどね。ありがとうね。じゃあ、メインの方進めていきましょうかね。一個できたし。よかった。一個できて。ヒポポタスってどこにあるのやろな。砂漠とか言ってたな。目玉商品ありますよ。どうした？やあ、いらっしゃい。水中では珍しいものが揃ってるよ。一応紹介では雑貨屋とは違う道具を買うことができます。へえ。ああ。なに、ボフの実？なにそれ？ポケモンに食べさせると PP が回復する。めっちゃいいやんけ、それ。10個の買っとこうぜ。3000円か。ポフの実な。ボフではな。まあ、ここら辺はいいかな、今はな。なるほどね。で、こっちは？
掘り出し物ショップ、どうも、目玉商品入荷してますけど、今回の商品は、ポフのみセット。1500円となります。中身は買ってからのお楽しみ、どうしますか？買う！どうも、ポフのみを10個、あ、めっちゃいいやさ、こっちで買っときゃよかった。1500円。半額やんけ、これ。半額やんけ、これって。まだ何か依頼持っとるやつおるな。多いな。狙って投げて、当ててやばって。どうした？よー、君、射的に興味ない？射的は、ボールを投げて風船を割る簡単楽しい遊びなんだ。点数ごとに景品も用意していてね。君が1万点以上出したら、特別な景品も出しつけちゃうよ。おじさんは野外訓練場にいるから、射的がしたくなったら声をかけてくれ。お、ちょっとやりたいかな。すぐに行ける。じゃ、どこにおる？あれ、どこ行った？まあ、いや。とりあえず全部受けときましょう。できるやつやっていってもいいかな。お、調査隊長ちゃんじゃない。調査隊さん、いいところに変な髪型してもだ。薬の材料を探してきてくれない？えわいがするほど苦い、や、三つ葉の植物あるんだけど、どこに生えてるか知らなくて、詳しいことは医療者の旅さんから聞いてね。苦い葉っぱを探して。うん。期限切れになることあるんかな？どうなんやろ？ちょっと見てみますね。ふと思い出したから。これで、こうよね。うん。ああ、引けますね。残ってますね。失敗にはなってないね。うん。ならいいよ。受けるだけ受けとこう。それがいい。力自慢とかに手伝ってほしいぞ。おう、あんたは調査隊か。ちょうどいいところに来てくれた。畑を広げたいのだが地面が硬くてな。高井さん手伝いが欲しいんだ。畑が広がれば調査隊はもちろんみんなも喜ぶ。つまり一連択勝。さあ、自分タイプのポケモンがいただかしてくれ。ああ、これすぐいけんじゃね？ここら辺やね。あ、どっちでもいいや。渡しますか？渡す、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。自分タイプやろ。渡すんやったらこっちかな。悪いけどこっちかなって。あんたの獣のおかげで新しい畑を増やせるぜ。おー、畑の土が、カフカになっていく。いっさ、ほいっさ、らっしゃい。いっさ、ほいっさ、らっしゃい。できたぞ。お、二つになった。なんか植えれそうやな。見てくれ、あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだ。この子にはもう少し畑作業を手伝ってもらうよ。畑を耕する他のポケモンと交換したいときはこういう風に来てくれ。うん。農場の畑が増える。あれ？もともと畑使える系？もともと畑使える系？そういう系？うん。いい作物が育ちそうだ。畑ではコースを選んでお金を払うと作物を育ててもらいます。あ、今まで知らんかった。畑で何か育ててみるか？どれだけ取れるかわからないが頑張るぜ。どんぐりコース。お野菜コース。お野菜？お野菜にしとくか。お願いします。あ、こっちでも取れんのね。それ今初めて知った。ごめん。ごめん、今まで完全スルーしてたわ。何かいる、まだ。何か起きないかしら。わかんな。いやー、結構おるな。あ、本物だ。どうせよ。あんたすげえな。俺も、ポケモン仲間にしたい。そっか。あんた立派な銀河団員になるには、何が大事かわかるか？知識？違う！いや、それも大事だけど。相棒だよ。相棒のポケモン。
不満の力を借りれば百人力さ。どっちを選んでもチャーって言われそうや。いつの日かポケモンを捕まえるためボールを投げる練習をしてるぜ。でも本物を使った方がいいだろ。調査隊ならボールを持ってるな。これいいから俺にも飽きてよ。憧れてんのか。はい、どうぞ。モンスターボールを5個渡した。やった、これで相棒ができるぞ。俺だ、俺が頑張って集めた頑張りの砂だぞ。詳しいことはベリーダさんに聞いてくれ。うん。頑張りの砂3つはありがたいな。笑ったもモンスターボールでいっぱい投げる練習するから、俺の相棒に向いているポケモンを調べておいてくれよな。俺がポケモンと人ね。どうしたよ。あ、君は、ポケモンと仲良しだったおばあちゃんの大鳥よ。君から感じる。きっとか、ポケモンと仲良くなる才能がある。君が連れてるポケモンがどれほど君と仲良しかを見たい。君とポケモンの仲良しな姿を僕に見せてくれ。仲の良さを見せてくれ。どういうこと？うん。複数ローでいいや。最初選んだポケモンやからね。釣られていかがになったよ。とてもいい仲のようだね。おばあちゃんも君たちのように、ポケモンと心を通わせていた。僕はそばで見ていたから、ちょっとポケモンの相性がわかるんだよ。よかったら、これからもポケモンを見せてほしい。君とポケモンとの相性がどれほどろうものか教えるからさ。不思議な飴。やった！へぇ、そうなんや。相性？今でいいかな。うん。また今度。するわ、そういうのは。今はいいかな。なんだあの相性って。相性最悪なのもあんのかな。そういうところがよう分かってない。いい品入ってますよ。分かった分かった。ん、まゆう、まだ進化できんか。まだ進化できんか。さてと、じゃあ上に行こうか。この上だよね。原木に会いに行くんだよね。いますね。女性だよね。ガチグマか。キングではないポケモンまで荒ぶるというのか。関や海から報告はないが放っておけるが。それにしても日向殿、ガチグマが暴れている件、よくぞ知らせてくれましたな。ガチグマ、後ろリーダーも時間がないって忙しそうだし、ガチグマのキャプテンにもあしらわれちゃって、銀河団しか頼れないんだ。ガチグマのキャプテンは、真珠団の夕顔殿か。数いるキャプテンのうちで一番顔面、いや、公式おかしい女性だからな。任務だ、ドラゴンティーテ。グレンの湿地でガチグマを調査せよ。場合によっては、部位を示せ。押す。押すって。次なる調査対象のエリアはグレンの湿地。遠く洋の原野よりも強力なポケモンが生息してたりしており、移動ルートも険しい谷間や、崖のある、海岸沿いと厳しい。君のランクにあるグレンの湿地も調査できる。任務について情報を提供する。グレンの湿地にある随の遺跡だ。ガチグモのキャプテンはそこにいる。案のいっぱいおるやん。いや違う違う。未来でこそおるけど、この時代でおるのかどうかようわからんよ。ほんとな。さて、それじゃあ次なるエリア行こうかな。なって、なんでハツラな。どうした？あ、おい、なに、テルいたんかい。ドラゴン TK、ちょいちょい とっくに付き合ってくれるか。あ、いいですよ。
よし、お前といい勝負ができたら安心して調査ができるからな。え、あ、勝負しよう。勝負に させられる感じ。何でね。ってなった、ほんま。エスパーフィアリーですよね。マジカルレイフだ。あ、一発で落ちた。一発で落ちた。ピカチュウ。ではないんだよ、ね。なんか不思議よな。なんでそっちが早いねん。体がしびれて動けない。やばす。やりやる、このピカチュウ。でも当たればこっちのもんよって位置残りやがった。ありかよそれってなった。ほんまに、あー危ねー。ピカチュウをやっつけた。やったね。決着。まいったな。この結果はまたピカチュウに怒られちまうぜ。おー、全員レベル上がんねえ。お、新しい技覚えた。さすがの強さだな。キングに生かすのも分かるってもんだ。よし、新しいレシピだ。どうした？ひそやかスプレーのレシピを手に入れた。ひそやかスプレーのレシピ。材料はボフの実。虫を消そう。あのな、近頃あちこちで時空の歪みってのが発生するんだよ。それで歪みを覗いてみたらいい道具が見えたから入ったけど。強いポケモンだらけで死にかけた。俺も見かけたら気をつけろよ。よし、湿地ベースに行こうぜ。おうよ。湿地ベースに行くぜ。どこや？ここか。まだまだいっぱいありそうやな。やばいな。終わらんぞ、これ。やばいな。グレンの湿地。アラビアが、いや、言ってもだ。なんでかグレンと聞くとそっちを思い出す。うん。湿地です。こちらには毒を使うポケモンなどがいますよ。任務は大変だけどね。おっと、お前は隋の遺跡に向かうよな。隋の遺跡ならあっちだ。ほら、この先に見えるだろ？どの先よ。ああ、向こう？オッケー。ん？どこ？ああ、建物があるな。建物がありますね。んー、時空の歪み、いつどこで発生するのだろう。地図を見ればいいのかな。お？時空の歪みの中は強いポケモンが現れる危険な場所。ですが勇気を出して踏み込めば、珍しいポケモンや道具と、巡り会えるかもしれません。二人とも無理せず、でも張り切ってポケモンの調査をお願いするのです。もし野生のポケモンが強いと感じたら、訓練場でベリーダさんから、強い技を伝授してもらうといいですよ。うん。雑貨屋の大祭が新商品を仕入れれば売り物が増えるのに。おっと、調査に連れて行くポケモンや道具の準備はバッチリか？ちょっとポケモン見ようかな。とりあえず初めて来た湿地帯なんで、湿地帯でもないんやけども。なんで、ちょっとね、いろいろと気も捕まえつつ行こうと思うよ。ん？どうした？あの優雅な吹きも、どうしたん？あなた、話題の調査隊にね、ぜひとも頼みたいことがあるの。両手に、青と赤と青の美しい花を咲かせる、優雅な吹きも、ロズレイドか、ロズレイヤか、そこら辺か。ロズレイヤについて私知りたいの。あ、なるほど。金色の平野まで来て、ロズリアを眺めてるだけじゃもう満足できない。ロズリアの使うか完成したら私に見せてちょうだい。美しい花には、トゲがある。感じだろうな。おそらくな。さて、なんかあるな。あそこ。ん？何かいますね。スボミーじゃん？そこ
オッケー。あかんかな。入るかな。不安。入った。ナイス。生き生きの方。あ、これや。ちょっと、取らせて。この道具は持ちきれません。あ、嘘。やらかした。やらかしたって言われた。